How are you doing? これはソニックザ・ヘッジホッグ3スペシャルプレミアムビデオだ。スーパーヒーローソニックの秘密がぎっしり。このビデオを見れば君もソニックフリー。それでは早速 Shall we go? ソニックヒストリービデオ All about Sonic。 ソニックザ・ヘッジホッグ、通称ソニック、性別男、年齢15歳から16歳。ただし大人と子供の間を自由に行き来できるんだ。弱点、水中とじっとしていること。 Hair。 一見一列に並んでいるように見える縦髪は実は3列ある。知ってたかな。プログラマーの中裕二氏はそんな後ろ姿が大好きだったので、ソニック2で 3D 画面を作ったんだ。 Hand。 白手袋をつけたその手には腕時計があるらしい。プレイヤーがもたもたしていると、その腕時計をチラリと見てプレイをせかすんだ。なんといってもソニックはじっとしているのが大嫌いだからね。ほら、また見てる。シューズ。ソニックが履いているこのシューズはマイケル・ジャクソンがバッドで履いていたダンシングシューズを元にデザインされている。ソニックのスピードはこのシューズがあればこそだ。超音速スーパーヒーローソニックが誕生するまでには様々なドラマがあった。それではその一部を紹介しよう。新しいアクションゲームを作ろうということで、プロジェクトを作ってもらったんですけど、僕の方はデザインということで、人型だとか狼型だとかブルドッグだとかウサギ型だとか動物ですね、そういうキャラクターを考えてたんですけど、もう僕の方も詰まっちゃって、キャラクター作りに詰まってしまった大島氏はいろんなデザイナーに意見を仰いだ。しかしどれも決め手となるものはなかった。そこでプロジェクトチームは発想を転換、キャラクターからではなくゲーム性からキャラクターを考えることにした。ハイスピードになるとボール状に変化、そして無敵になる。そんなゲーム特性を生かすとしたら、プログラマーやプランナー、デザイナーたちが一堂に会し、ブレストが繰り返された。その時、神の啓示か、それとも奇跡か、大島氏とデザイナーの山口氏が同時に同じキャラクターを考え出したのだった。みんなのアイデアが溜まって、ある程度何か形にならないかなっていう時に、ハリネズミっていうのがその全てをクリアにしてくれた。こうして超音速ハリネズミ野郎ソニックが誕生した。初めてその姿が公開されたのは、なんとドリカムのコンサート会場だった。 History of Sonic。 全てはここから始まった。ソニック・ザ・ヘッジホッグ、宿敵ドクター・エッグマンを倒せ。ソニック1の舞台は宝石や遺跡の宝庫サウスアイランド。この島のどこかにカオスエメラルドが眠っている。ドクターエッグマンは島の一角に巨大要塞を作り、島の動物たちを自分の思い通りに動くロボットにしてしまった。当初主人公の一人としてデザインされたドクターエッグマンはカオスエメラルドを手に入れ、世界征服を目論む IQ300 の天才科学者として生まれ変わった。ソニック2ではソニックの良き相棒テイルスが登場した。ソニック2の舞台はテイルスの生まれ故郷であるウエストサイドアイランド。この島には遠い昔神々が封印した不思議な石があるという。ドクターエッグマンの魔の手がテイルスの故郷を襲う。ソニックと出会ったテイルスはソニックをサポートし、ドクターエッグマンに戦いを挑む。マイルス・パウアー、尻尾が2本あることでいじめられてきた気の弱いキツネ、ひょんなことからソニックと出会い憧れるようになった。ソニック3は空に浮かぶ不思議な島が舞台だ。この島はカオスエメラルドの力で空に浮かんでいるという。そしてこのカオスエメラルドの番人がナックル。果たしてナックルは敵か味方か、それはプレイしてのお楽しみ。ナックルズ・ザ・エキドゥナはハリモグラだ。性格は劇場型、両手にはめたグローブでどんなとこでも突き進んでいくぞ。それではここでソニック3で新しく増えたアイテムを教えちゃおう。実は3ではアイテムを取ることによって使えるシールドの種類が増えたんだ。まずはこのサンダーシールド、ダメージを防ぐほかに近くのリングを吸い寄せることができるぞ。
次はこのアクアシールド。ダメージを防ぐのはもちろん、ソニックが苦手な水中も息継ぎせずに進むことができる。そしてこのフレームシールドは火炎攻撃を防ぐほか、火の玉ダッシュが可能になるぞ。今までのアクションゲームの常識を超えたソニック・ザ・ヘッジホッグシリーズ、さらに新アイデアを満載して今後も進化し続けていくことだろう。ソニックの魅力は難解なトラップやハードなステージを超音速で駆け抜ける、そのカタルシスにある。誰もがヒーローになれるソニック・ザ・ヘッジホッグ。プレイヤーである君たちがソニックであるとするなら、実は自分たちセガがメカフェチであるエッグマンじゃないかと思うんですよ。君たちの挑戦を待つ。 See you next Sunday!